ちょっとお父さん、私たちの結婚式に援助できないってどういうこと？ついさっき留守電聞いたんだけど。いきなりでもなんでもないんだ。あれが俺たちからの援助は全て諦めてくれ。そんな説明じゃ納得できないよ。私たちの結婚式に50万円援助してあげるってこの間までそう言っていたじゃない。だからその分も合わせて予算を組んだのよ。なのに急にやっぱり払えないって言い出すなんて。実はゆかが海外留学をするって言うんだよ。それにちょうど50万必要だったんだ。え？ゆかに渡す予定だった50万は妹のゆかに渡すことにした。だからお前の死刑の援助ができないんだよ。ちょっと待ってよ、ゆかは海外留学ってどういうこと？ゆかは就活に失敗してずっとアルバイト生活だろう。でもこのままじゃダメだとついに思い立ったらしいんだ。それでまずは海外で英語を学びたいって言うんだよ。いやいや、おかしいでしょ。なんでアルバイト生活の脱出に海外留学は必要になるの？しかも親から50万なんて大金を借りてまで、まずはハローワークにでも行くべきでしょ。ゆかが言うには海外留学は就活前に必要らしいんだ。ずっとアルバイト生活だったせいか正社員採用が難しいらしくて、その状況はどうにかするためには海外で英語を学んでくるしかないんだよ。英語だったら海外じゃなくても勉強できるじゃない。そんな冷たいことを言うなよ、ミハ。せっかく妹が将来のことを考えて動き出したんだぞ。ここは家族として応援してあげないと。そりゃ私だって応援したいわよ。でもなんで今私の結婚式費用を使っていこうとするのよ。留学費用の振り込み期限が今週末までだって言うんだ。そうするしか方法がなかったんだよ。それはお父さんだってそれなりに悩んださ。でも可愛い娘に泣きつかれたら助けてあげるしかないだろう。何よそれ。それに断ったらゆかは何をするかわからないからな。私よりも結婚するお姉ちゃんが大事なんだ。落ちこぼれの私なんて誰もいらないんだ。なんて言われたら見過ごせるわけないだろう。どうせそれもひっくるめて全て演技に決まってるでしょ。そうやっていつもいつも同情を誘って私の邪魔をして、これでお父さんが私に約束を破るのは何回目よ。なんだと。高校進学の時も大学進学の時も全部ゆかのわがままに振り回されて、私は近くの公立に行かされて、そのくせゆかだけは自分の好きなように私立の学校に通ったわよね。そうだったか。車の免許を取った時もそうよ。一発合格したら新車を買ってくれる約束だったのに、なのにゆかは高級車をねだったせいで私は中古を自腹で買ったのよ。自動車学校の費用だって私は自腹だったのに、ゆかは全額お父さんが出してくれて、どうしていつもいつもゆかばかり可愛がるのよ。お前のこともそれなりに可愛がっているだろう。これだけで比べるのは間違っているぞ。これだけ差があるとやれば比べちゃうわよ。そんなお父さんが挙式費用を援助するって言ってくれた時、私はお金よりもその気持ちがすごく嬉しかったの。なのに結局はいつも通りゆかを選ぶんだね。うるさい。とにかく援助ができないのは決定だ。それに結婚式とは本来新郎新婦が自分たちのお金であるもの、親の金など当てにせずに自分たちであげなさい。お父さんがごめんね、美穂。お母さんも止めたんだけど全然聞く耳を持ってくれなくて、お父さんが出すって言うから料理のグレードを上げることにしたのよ。こんなことならグレードアップなんてしなきゃよかったよ。本当に迷惑かけてごめんね。50万はお母さんのへそくりから出すから心配しないで、今度こっそり渡すから。お母さんが出すなんておかしいよ。50万の追加料金も私の貯金から出すから大丈夫。けどお父さんと妹にはうんざりだよ。もう本当よね。お父さんたら末っ子に甘いんだから、その上私に注意されるとへそを曲げて無口になるし、私もうんざりしてきたわ。あのね、お母さん、私今回のことでかなり怒っているの。悪いけど挙式後はお父さんや妹と距離を取りたいと思ってるくらい。いい方だから実家にもしばらくは帰らないつもり。今後は年末年始の帰省も一切しないから、お父さんとゆかの顔も見たくないの。美穂は距離を取りたがるのも当然よ。こっちのことは気にせず、あなたの好きにしなさい。美穂はこれからの幸せな日々だけを考えていればいいの。新郎の祐介さんは絶対にあなたを幸せにしてくれるはずよ。
ありがとうお母さん。お母さんは誰よりもあなたの結婚式を楽しみにしているからね。当日は笑顔で可愛いドレス姿を見せてちょうだい。今日はごめんねお姉ちゃん、せっかくの結婚式をゆかが台無しにしちゃって。本当だよ、まさか式当日に実の妹が新郎との浮気を暴露するとはね。しかも妊娠2ヶ月ってありえない。暴露ってそんなひどい言い方しないでよ。私はしたくて打ち明けたんじゃないのに。はぁ、お腹の子供のことは誰にも打ち明けずに一人で頑張るつもりだったの。新郎の祐介さんにもまだ伝えていなかったし、誰にも迷惑をかけずに一人で産んで育てるつもりだったの。でも幸せそうなお姉ちゃんと祐介さんを見たらね、自然と涙が出てきちゃったの。どうやっても涙が止まらなかったの。ね、私たちが誓いのキスをする直前で大声で泣き崩れたってわけ？しくしくと泣いてる割には腹から声が出ていたけどね。浮気のことだってお酒の勢いでただの過ちだったの。お姉ちゃんからゆうすけさんを奪おうなんて考えはなかったの。でもまさかそれがきっかけで妊娠するなんて本当にごめんねお姉ちゃん。ゆこ、今も涙が止まらないよ。寝薬何本分の涙かしらね。泣き崩れていたあんたの足元に寝薬が落ちたの、私は見逃していないからね。あら、どれの目薬かしら。ゆかは何も知らないわ。ゆか、正直に言いなさい。結婚式をぶち壊したのはわざとよね。姉の婚約者に手を出したのも全部わざとでしょ。なんなら海外留学の話も全部ただの演技よね。私の結婚式をめちゃくちゃにしたいからやったのよね。どうしようお姉ちゃん、ゆかお腹が痛くなってきたから、今から産婦人科に行ってくるね。ちょっと待ちなさいよ、まさか逃げるつもり？お姉ちゃん、もうゆかは人だけの体じゃないの。ゆうすけさんとの子供がいる大切な体なの。だからそれなりに気遣ってくれないかな。なんですって？それじゃあゆかは病院に行ってくるね。お父さんが送ってくれるって。みほ、今大丈夫か？大丈夫じゃないわ。怒りでどうにかなりそうよ。そうだよな。こんなことがあって冷静でいられないよな。でもどうか落ち着いて聞いてくれ。産婦人科に行ってきたんだが、ゆかは本当に妊娠していて、やっぱりゆうすけくんとの子供らしい。そう、妊娠は本当だったのね。ゆかからエコー写真も見せてもらったぞ。すでにゆかに似ていてすごく可愛かった。もうそこまではっきりわかるのね。それでな、みほ、こうなった以上二人は責任を取って結婚した方がいいと思うんだ。だから頼む、死のうのゆうすけくんとは別れてくれ。なんですって？子供には父親が必要だろう。ゆうすけくんも責任を取らせてくださいって言ってるんだ。もちろんゆうかも喜んでいる。だからここはお前が引くしかないんだよ。私が引くしかないって何よそれ。ゆうすけは私と結婚する予定だったのよ。結婚式も中止になったし、もういいじゃないか。ここはいっそ妹に新郎を譲ってあげなさい。はあ？それと二人はこれから実家で暮らすことになったからな。お前は二人を気遣ってしばらく帰省しないでくれ。妊娠中はストレスを避けないといけないからな。嘘でしょ、私実家で気を言い渡すつもり？無事に子供が生まれて大きくなったら解除してあげるよ。あとな、今日の挙式費用のことなんだが、ゆうすけくんに請求なんてするんじゃないぞ。彼はこれからゆかの夫になりパパになるんだ。100万も払ったらこれから大変だから気遣ってやってくれ。ふざけないで、私は実の妹と新郎に裏切られたのよ。そんな娘に対してよく父親がそんなことを言えるわね。そう言われても妊娠したものは仕方ないだろう。お父さんたちにとって初孫にもなるわけだしな。他は割り切ってみんなで喜ぼうじゃないか。ありえない、父親なら娘の私の気持ちに寄り添ってくれるものでしょう。なのにまさか略奪した妹ばかり気遣うなんて、私のことをバカにするのもいい加減にして。いい加減にするのはお前だ、ミホ。確かにお前にとっては辛いことだが、姉として少しは大人になってくれ。あまりにもしつこいとこちらにも考えがある。新郎妹譲らないと絶縁だぞ。なら私たちも離婚しましょう。え、お父さん、あなたにはもううんざりしました。こんな時まで末っ子のゆかを優先するなんて。常識のある親ならまずは美穂に寄り添うのが先でし
それができないならもう離婚しかありません。ちょっと待って、まさかお母さんなのか。妹にも新郎にも裏切られた娘を置いて、まさかゆかを産婦人科まで送っていくとはね。式場に残される人の気持ちを考えることはできないのかしら。でもゆかがお腹痛いと言い出したんだ。妊娠中だって言うし緊急事態だろ。美穂もだけど、ゆかのことも気遣ってやらないとじゃないか。妊娠ごときが何ですか。人の男性に手をつけるくらいですもの。一人で産む覚悟をしているはずですよ。お腹が痛いなら一人で産婦人科に行かせればいいだけじゃない。一人なんてゆかはかわいそうだろうが。今一番かわいそうなのは美穂です。あなたはそんなこともわからないの。でもこの子に及んでデモデモとうるさいわね。もうあなたのいる家には帰りません。離婚届は今朝のうちに玄関に置いておきましたから、後ほどサインをお願いしますね。え、離婚届、しかも今朝のうちに置いてきたってどういうことだ。実はずっと前からあなたとの離婚を考えていたの。ずっと前から。美穂は挙式後はあなたたちと距離を置きたいって言うからね。私も便乗して離婚しようかと思っていたんですよ。そんな待ってくれ、どうしてそれで離婚になるんだよ。娘を平等に愛せない父親は必要ないからよ。私が妻として必死に節約して貯めた貯金をあなたは好き勝手に床ばかり貢いで、もうそんなあなたと一緒に暮らしてなんていられないのよ。そんな、ゆかがゆうすけさんと結婚する、その後は実家で引き取って一緒に暮らす、それならすべてあなたが二人を助けてあげてくださいね。私は一切知りませんから。待ってくれ、そんなの困る。俺お前がいるから引き取るって二人に言ったんだぞ。西のこととか育児とかは俺じゃサポートできないし、ここは母親として人生の先輩としてお前が支えてあげてくれ。絶対に嫌、あんな娘支えてあげたいとすら思えないわ。その言い方はなんだ。俺たちの可愛い娘と初孫だぞ。浮気するような娘も、そんな娘から生まれた子供も可愛くありません。なんだったら二度と顔を見たくないレベルだわ。なんだって。それじゃ離婚届へのサインよろしくね。あと挙式費用は絶対にゆうすけさんに請求しますから、支払いが無理そうなら心優しいあなたが立て替えてあげなさい。さっきはありがとうお母さん、一人になってようやく落ち着けたよ。お母さんのアドバイス通り、まっすぐ家に帰るよりもカフェに寄り道して大正解だった。お家にはゆうすけの私物とかもあるし、きっと家だと一人で泣いていたと思う。落ち着けたならよかったわ。こっちは先に合鍵で美穂の部屋にお邪魔しているからね。ゆうすけさんの私物とかはすべてゴミ袋にまとめておいたわ。ありがとうお母さん。でもごめんね、そんなことさせちゃって。あなたが謝ることじゃないから気にしないの。それよりも急ぎであなたにお願いがあるんだけどね。これを機にお母さんと二人で暮らすつもりはない？実は二人暮らしにぴったりな物件をもう押さえてあるの。全然構わないけど、私の今の部屋でもいいんじゃない？十分広いと思うんだけど。ここじゃあちょっとね、いつゆうすけさんが逃げてくるかわからないし、できればすぐに引っ越して住所を変えた方がいいと思うのよ。逃げてくるってどういうこと？ゆうすけなら喜んでゆかと結婚するつもりなのよ。その結婚が白紙になる可能性があるってことよ。え？詳しくは後で話すわ。だから落ち着いたら帰ってらっしゃい。わかった。もう少ししたら家に帰るね。超最悪！お姉ちゃん、ゆかたちが付き合っていたことずっと知っていたのね。式場では何も知りませんみたいな反応していたくせに。あ？いきなり何なのよ。それはこっちのセリフだよ。いきなりこんなものを送りつけてきてさ。ゆかとゆうすけさんのことも、ゆかの妊娠後でっち上げのことも、全部最初から知っていたんでしょ？せっかく彼との結婚決まったところだったのに。なのにいきなり妊娠の捏造証拠を送りつけてくるなんてひどいじゃない。あはは、ようやく届いたのね。お姉ちゃんのせいでゆうすけさんがぶち切れだよ。私の思いっきりビンタして亡くなったんだからね。俺は美穂と結婚するってそう言って私を捨てたんだから。やられたよ、あんたの自業自得でしょ。いやー、でもびっくりだよね。全部出任せだったとは。私も怪しいと思っていたけど、お母さんが捏造証拠を見せてくれた時はびっくりしたよ。え、お母さんが？妊娠の捏造証拠を集めてくれたのはお母さんだよ。私の結婚を聞いてからあんたの動きが怪しいって隠れてあんたをずっとマークしていたみたいね。何よそれ、なんでお母さんがそんなことをするのよ。ずっと前からあんたとお父さんに呆れていたからよ。それにしてもあんたもよくやるわね。
母子手帳やエコー写真まで捏造するなんて。いや私もおかしいと思ったのよ。妊娠2ヶ月のエコー写真なんてほぼ丸い点だからね。それお父さんはそっくりで可愛いとか言ってたし、一体何ヶ月のエコー写真を見せたのよ。それゆうすけだってあんたを捨てるわよね。私と別れたのは妊娠させたゆかとの責任を取るため。その妊娠が嘘じゃ結婚する必要なんてないんだもの。もう、なんなのよ。なんでお母さんが私を邪魔するわけ。ちょっとお姉ちゃんに嫌がらせをしただけじゃん。私よりも先に結婚するのがムカつくら意地悪しただけなのに。そんなくだらない理由で姉の結婚を台無しにするとはね。あんたたちと縁を切って大正解。お母さんたちも離婚が成立したし、これからは私たちに関わらないで。ちょっと待ってよ、離婚が成立したってどういうこと？あら、お父さんから何も聞いていないの？お父さんとお母さん離婚したのよ。お父さんの兵役っぷりにお母さんも嫌気がさしたみたいだね。式当日に離婚届を突きつけたの。そうなの？そんなのよく聞いてないよ。じゃあ今知ったってことで後のことはよろしくね。お母さんの老後の面倒は私が見るわ。その代わりお父さんのことは全てあんた一人で責任よろしく。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなの無理だよ。私陽介さんに慰謝料請求されるだろうし、まだったら中心者式の家もあるんだよ。それなのに頼れるのがお父さんだけじゃ不安だよ。そんなゆかにお母さんからの伝言よ。二度と顔を見せるなバカ娘だって。それじゃあ私はお母さんと楽しく二人で暮らすから、捨てられた者同士傷を舐め合って暮らしてね。ゆうすけから、どこに引っ越したんだ、俺とまたやり直してくれと連絡がありましたが、そのまま無視して LINE をブロック。ゆうすけはその後も前のマンションで騒ぎ続けたらしく、それを見た近隣住民が警察に通報。ゆうすけは駆けつけた警察官を怒りに任せてぶん殴ってしまったようで、そのまま連行され会社もクビになってしまったそうです。その後ゆかはゆうすけから、お前の嘘のせいで俺は何もかも失ったと慰謝料を請求されたらしく、その支払いでアルバイト貯金が全て消滅。父は母との財産分与で貯金の7割ほどを持っていかれた上に、さらにそこから中止にした挙式費用を全額ゆかに代わって私に支払うためになったそうです。今アルバイト生活のゆかと共に老後に向けて切り詰めた生活を送っていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。